今宵もとある井戸から聞こえる話をお楽しみください「骨はみの大壺」以前うちにあった壺は親父が骨董市で入手したものらしいんですよ「牧原さんのお父さんは茂蔵という名で」 小さな会社を経営していた彼の趣味の一つに骨董品収集があった骨董品といっても高い値のついたものを集めるわけではない値段や歴史的価値に興味はなく単に気に入ったものを身の回りに置くことが好きだったのだろう 彼は月に一度古物市に出かけると時折目についたものを持ち帰ったある時重蔵さんが持ち帰ったのは唐津焼の大壺だった持ち上げるのも苦労するほどの大きさだかつて酒などを保存するために使われたもののように思われた 今ならとして使われるのだろう。または玄関で傘立てにでもするのに良さそうな大きさだった茂蔵さんはそれを床の間に置いた美術的なことはよくわからんと笑いながらも相当気に入っていたようだ牧原家は二世帯住宅である 1>, 1階には茂蔵さんと妻の菊子さん夫婦が住み2階には牧原さん家族が住んでいる庭には太郎と二郎という2匹の犬が放し飼いになっていたその壺が来てから1週間ほどした頃2匹の飼い犬が立て続けに死んだ 一匹は突発性の病気で獣医にかかった時にはもう手遅れだったもう一匹は急に庭から逃げ出して車に引かれたどちらも先代までの犬も葬られているペット霊園に葬ったただ犬が死んだ時に茂蔵さんは一点気にかかった それは、夢の中で二匹の犬を、先日購入した大坪へと押し込む夢を見たことだった。犬を葬ってから数日後、祖父の部屋を訪れていた牧原さんの五歳になる息子が、大坪を指さした。おじいちゃん、今、 そこからカラカラって音がしたね茂蔵さんにその音は聞こえなかったが孫の言葉が引っかかったので壺の中を覗き込んだそこの方に何かがあった懐中電灯を引っ張り出して覗いてみると棒のようなものが重なっている ぞうさんは孫を一階に返すと床に新聞紙を敷いてその上で壺をひっくり返した壺の中から白いものがカラカラと音を立てて新聞紙の上に転がった骨か何の骨かは明らかではなかったが 人間の骨よりは小さいようだ。中には鋭い剣士のような尖った歯も混ざっていたのでおそらくは犬やタヌキといった類のものだろう。壺を買って帰った時には中に何も入っていなかったはずなのだがそうなると 壺に骨が勝手に入ったということになる彼は自分の想像を一生に伏すと骨を新聞紙で包んで捨てたその夜重蔵さんは夢を見た夢では大壺の中に自分の妻を押し込んでいた 現実の大坪の口は大きいとは言っても人間が入れるような刑ではないしかしそれが夢の中だと吸い込まれるようにするすると入っていく足から差し込んで最後に妻の顔が大坪に吸い込まれたのを確認すると茂蔵さんは大きな達成感を覚えた 目を覚ました時にもその達成感は続いていたそういえば夢で犬たちを壺に押し込んだ時にも変な達成感があったなだがこんな夢の内容を本人にも家族にも伝えることはできないそして その夢を見て三日後に、キク子さんが激しい頭痛を訴えて意識を失った。救急車が到着したが、彼女は病院に搬送される途中で死亡した。俺の夢のせいか。茂蔵さんは戦立した。しかし、 見る夢をコントロールすることは不可能だいつ誰を夢の中で壺に押し込むかもしれない自分の大切な存在を次々と失った重蔵さんは次第に衰弱していった菊子さんの四十九日が済んだ頃に三度目の夢を見た ぞうさんは大壺に孫を押し込もうとしていただが以前の夢と異なるのは今回の夢では孫を壺の口から入れようとする自分の体が自由に動かせることだったこのままだと孫が死んでしまうただ何もせずに孫を壺に押し込む自分自身を ほうけたように眺めているわけにはいかない。一方で、壺の中に何かを入れない限り、この夢は終わらない。それもわかっていた。茂蔵さんは、孫の身代わりに自分が壺の中に入ることに決めた。孫を横に放り出し、 素早く壺の口へと両足を滑り込ませた。だが、膝まで入れてもつま先がそこに触れない。次の瞬間壺の口が広がって、あっという間に転がり落ちた。まるで吸い込まれたようだった。壺の中は意外にも明るかった。 虹色の光に包まれた風景が視界の続く限り広がっている時々空間が裂けるようにしてそこから何者かの目が覗いたシュールリアリズム絵画のようだった子供の頃に見た悪夢にも似ていた虹色の光の中を 茂蔵さんはひたすら落下していく落下して落下して落下して目が覚めたやけに大きな達成感が気持ち悪かった茂蔵さんはすぐに牧原さんを呼んだ「俺はあの壺に入ったから」 近いうちに死ぬからな。もうだめだ。実は今までも夢の中で犬とばあさんを床の間の大壺に押し込んだんだ。だから犬もばあさんも死んだ。俺も近いうちに死ぬ。覚悟しておいてくれ。 突然の告白を聞かされた牧原さんには、夢と床の間の大壺がどう関係しているのか、合点がいかなかった。何か錯乱でもしているのではないかと心配した。興奮している茂蔵さんに、詳しい説明を求めた結果、茂蔵さんが過去に夢の中で大壺の中に押し込んだものが、 数日後に死ぬという法則を理解した「俺はな最後に孫を入れようとしていたんだでもそれだけはやってはいけないと思ったから自分が入ったんだ」そう繰り返すぞ蔵さんの目は焦点が合っていないように思えた。 あの壺に入った以上、今度は俺の番だ。お迎えがいつ来るか知らんが、早ければ今夜だろう。覚悟をしておいてくれ。あと、壺は俺が死んだらすぐに手放せ。それができないなら壊してくれ。約束だぞ。絶対 絶対に家に置いておいちゃダメだ。牧原さんもそんな壺を家に置いておくわけにはいかないと賛同した。結局、その言葉が茂蔵さんの遺言となった。当日の夜に彼は睡眠中の誤縁で亡くなったからだ。 牧原さんは前日に覚悟を決めておけと含められていたが実際のところは壺の話には半信半疑だったしかし父親の死は事実だこうなると信じざるを得ない繁蔵さんのことは以前からの希望通り家族葬で送った 祖父のことが大好きだった孫は葬儀の間茂蔵さんが亡くなったことを理解していないようだった四十九日も過ぎた頃槇原さんは父親の遺言通り大坪を処分しようと考えたしかし それは困難を極めた割ろうとすると割ってはいけないという気持ちが強く湧き出てくるのだ捨てようとしても同様である説明のつかない感情に槙原さんは戸惑った仕方なく父親の机をあさり ももとと大坪を売っていた骨董屋の連絡先を突き止めたその店に連絡を取り自宅の骨董品を引き取ってもらえないかと相談した最近は骨董品に根はつかないと断られるところだったがそれでもいいから引き取ってくれと伝えると2つ返事で了解してくれた 搬出の当日床の間から壺を運び出そうとすると硬いものがカラカラと壺の内側をこする音がした中に何が入っているのかと壺をひっくり返すと中から白いものが大量に出てきたああこれは人の骨ですね。 骨董屋は子供投げに指摘するとそのまま大壺を軽トラに乗せて持って帰った残された牧原さんは父親の話を思い出し墓を開けて中を確認することにした先日収めた骨壺から祖父母の遺骨が消えていた 二つの骨壺の中身はもう分けることができないので適当に二つの骨壺に入れ直して再度墓に収めた念のためにペット墓地の骨壺も確認したが太郎と次郎の骨壺も中身が空になっていた ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録お願いいたします。